小石川工楽園全景小石川工楽園は東京都文京区工楽一丁目にある都立庭園。江戸時代初期に水戸徳川家の江戸上屋敷内に作られた月山泉海遊式の日本庭園である。国の特別史跡及び特別名称に指定されている。1863年の水戸藩小石川邸と工楽園梅祭り桜祭り1629年。 水戸徳川や水戸藩書大藩主、徳川頼りが策定か徳大寺左兵に命じて築いた庭園を、着子の三国が改修、明の維新、朱春水の鮮明によって、幸楽園と命名して完成させた。名前の由来は、中国の藩中園、竹養老紀の天下の憂いに先立って憂い、天下の楽しみに遅れて楽しむから名付けられた。また、 中国の文人たちが好んで歌った西小屋、ザンも取り入れている。三つ国は出春水を設計に参加させたと言われており、中国的、儒教的な趣向が濃厚である。判定の敷地は約33ヘクタールの広さがあった。1869年の藩石法還により、三戸判定は新政府によって接収され、敷地の東側に軍事工場である。 東京砲兵交渉が建設された。西側の庭園部分は保存されることになった。1872年、陸軍省が設立され、工場と庭園の管理を担当した。1874年以降、明治天皇の行行及び皇族の行刑を受けた。外国人の接待に利用されることも多くなり、世界的にも名園として知られるようになった。 1923年3月7日、国の史跡及び名称に指定された。指定の際、岡山市の高楽園と区別するため、小石川を冠した。1952年には、文化財保護法に基づく、国の特別史跡及び特別名称に指定された。1937年に隣接する旧、東京方兵交渉跡地に、 職業野球工業を主たる目的として作られた野球場は小石川高楽園にちなんで高楽園球場と名付けられさらに同じ敷地内に建設された遊園地や多目的ホールなどにも同じように高楽園の名が冠されている1972年4月都立公園入場料無料化の一環で小石川高楽園も無料化されたこれにより 付近の高校生の通学路となったこと、来園者に池の魚が多数釣り上げられたり、パチンコで撃たれるなど利用者のマナーが極端に悪化した。このため他の公園とともに、再び有料化が行われている。今日では、都立公園として整備され、一般に公開されている。7ヘクタールの広さの園内には、宝来島と特大寺種を排した大泉水を中心に、梅。 桜、筒子、花勝負などが植えられ、四季を通じて、情緒豊かな景色が広がる。東京都では2019年3月から、太平洋戦争で消失したカラモ門などの復元を進めてきた。2020年12月19日、小邪神や絵図をもとに、稲見彫刻共同組合が復元したランマや、妻壁6枚を組み込んだカラモ門が完成した。 監督邸門邸園事務所、菊形蝶津鉢監督邸鉄砲柿桃山形、道路職蝶津鉢枯れ、滝行き見道路ひいし,しだれ桜隕石水保冷石、コロザン托月橋聖古邸病部岩大井川、清水館のん堂跡通天橋沢渡りを戸は滝徳人堂、丸屋蓮の池一つ松沢渡り、白井戸滝柄石松林蓮月橋をあたご坂、八家堂跡 小町塚梅林ごとがてえ、あと八つ橋石橋不老の、水藤棚花あやめでん、稲田九十八億、円習型灯籠船月培行灯籠宝来灯、部財天誇ら洋費畜舞灯鳴門跡、内定性門宝平行賞跡記念日の部段目覚め、抱木曽川白雲霊公用林、特大臣支流田川白郷中府泉日、採業家費採業道跡挑戦灯籠小石川、 高楽園平面図、ありがとうございます。